はい、ねー、じゃあ行こう。じゃあ、前振り入れるから。はい、キックボクサーに殴ったら捕まっちゃうんでしょっていうやつは大体アホ。はい、フルタップでーす。はい、はい、これよくね、あるあるなんですけど、あるある、はい、キックボクサーなんだって言うと、あれでしょ、殴ったら捕まれるんでしょって言われるんだけど、いや、みんな捕まるから。僕らは地について殴ったらみんな捕まるから。確かに。それをね、言いたいです。言いたい、言いたかったっていう。はい、はい、今日なんですが、今日は何ですか。このメンツですよ。はい、今日はこのキック界、はい、多分これ初。多分ね、今いろんなね、はい、格闘家、格闘系 YouTuber いるじゃん、多分ね、真似されちゃうと思う。もうこれは、これは今日はなんと騎馬戦キックボクシング。騎馬戦キックボクシング。これが俺ら、こっちはこっちチーム、はい、こっちチームでしょ、はい、おんぶ、騎馬戦おんぶして上の人がパンチ、はい、下はね、蹴ってもいいけど、蹴ってもいいか、まあ、まあまあまあ、蹴れるか、蹴れるから、まあ、オッケー。で、相手が落としたら勝ち。え、宮川選手、落としたら勝ち。騎馬戦と一緒、騎馬戦と一緒、パンチされて、パンチされる。だから、乗っかった人が、はい、相手の乗っかってる人同士で、でもいいし、下でもいいし、下でもいいし、めっちゃカードできる。それなら上の人が、上の人がカードしてくれる。上の人がカードしてくれる。そうじゃん、上の人がこういう感じ。それは、もう終わんねえ。下でもいい。こんな感じです。とりあえず、なんかちょっとハンデを感じるのは気のせいですか。ハンデ、ハンデ、何だ。ハンデなんかいきます。ハンデいきます。大丈夫です。いきます。はい、ということで、いきます。はい、じゃあいきましょうか。ちょっとやって、わからないけど、やってみましょう。はい、じゃあ、よいしょ、いきましょう。これ、近寄るじゃん。いや、初めて近寄るじゃん。ちょっとしゃがんで、しゃがんで、林くんの、これ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 、シュールですね。ドローですね。やってる方はめっちゃ楽しい。いや、楽しい。ちょっと、吐き立った方が。笑いすぎた。やばい、ちょっと。俺は殴られるとかじゃなくて、笑いすぎて、欲しいかと思った。トレーニングにはなりますね。なんか、お腹痛いし、足来るし。トレーニングにはなります。早く、思ったより、
タイプだね。はい、まあ、これだって練習してますから。すごいね、この練習とかしてますから。あ、柔道で、あ、柔術で、あ、どうでしたか感想は。特技になるかと思いました。なんで疲れて、なんか笑いすぎて笑ってる時と殴ってる時でもずっと息吐き続けてあれ、ずっとフォーク出したら どっちが分かんない。全然分かんない。よく分かんない。投げた、ありがとう。とりあえず頑張ってこう投げた。こうじゃなくて、こう。ああ、なるほど。こうじゃないと。分かりました。ということで、はい、ドローということで、はい。じゃあまた、やりましょう。はい。はい。ということで、チャンネル登録、お願いします。ありがとうございます。